本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役所 OK、 よーい、さあ、どうも皆さんこんにちは、監督ルームの監督です。つまりあなたは愛犬とよくアウトドアに行きませんか？または行きたいなーと思ったことはありませんか？そこで必要になるのが愛犬の移動用バッグ。今回紹介した商品は大きめな作りで丈夫、通気性が抜群で、車を使った移動でも愛犬を安心させアウトドアを思いっきり楽しめる犬用キャリーバッグを紹介します。開封の儀、こちらでございます。というわけで、これくらいのサイズ感です。重さは、なんとか空手で持てるレベル。開けていきたいと思います。はい。おお。これくらいのサイズ感。こちら、おまけ付きです。こちら、ショルダー用の、肩にかける用のベルトです。こちら、まず、ここを押すと、水入れです。めっちゃ便利だこれ。これ普通に使えるな。いいね、これありがたい。そしてブランケットでございます。これくらいのサイズ感です。生地は薄めではありますけども、この端側ちゃんと縫われてますので擦れることはありません。足跡模様です。そしてこちらに、簡単ではありますけども、使い方が書かれた紙が入っております。組み立てについて、では早速組み立てをしていきたいと思います。ちなみにこの組み立てと言いましても、工事不要でさっと組み立てが可能です。使わないときは平らに折りたたむことができ、コンパクト収納が可能。特徴的なのがこちらですね。こことここに硬いパーツが付いてまして、これをギュッと捨てて、一旦ここ下げた状態でここつければ、そうするとさっきのヘネヘネではなく、がっちりとした作りです。というわけでこんな感じ。この金具のパーツがですね、がっちりとしていますので、全然抵抗されません。また移動時には持ち運びがしやすい取っ手だったりショルダー掛けすることができます。ここ持ち手でございます。はい、しっかりとした作りです。初めからついてきてますショルダータイプの、こちらをこことこちらにつけることで、長さ調整も可能です。肩にかけることもできます。こんな感じですね。とてもしっかりとした作りです。サイズ感としてはかなり大きめです。そして重さはですね、あ、全然余裕ですね。旅行にもとても便利です。ただ丈夫でしっかりした分重さがありますので、車での移動時にとてもおすすめな商品となっております。サイズと仕様について、こちらの犬用キャリーバッグ、持ち運びがしやすい布製のヘッドキャリーバッグです。今回紹介するモデルは S サイズ 60×42×42cm、 約 13kg までの愛犬に入ってもらうことができます。では実際にですね、中に入ってもらおうと思います。お、入りました。はい、こんな感じで入っています。中はこんな感じでございます。こちらが入っております。はい、厚みはこんな感じ。これは簡単に洗うことができます。また小型犬であれば、こちらのケージ内で立ち上がったり向きを変えたり、快適に横になれる十分なスペースを確保することができます。はい、かなり広々としていますね。今もう半分ぐらいですね、空きスペースがございます。どう？いい？快適な通気性について、こちら洗える素材で丈夫な生地のため、水洗い、お手入れもできます。四隅にメッシュの窓がついており、日差し避けや風通しがとても良く、中に入っている間、ワンちゃんも快適に過ごすことができます。また、上部、前面、側面には3つのメッシュドア仕様となっております。ここですね、メッシュ素材ですね。で、こちらもメッシュ素材。で、さらに、こちらもメッシュ素材です。そして、ここですね、小さいポケットが入っております。で、さらに、こちらもメッシュ素材となっております。さらに、上側ですね、こちらもメッシュ素材となっております。通気性はかなりいいと思います。続いてこちら、安全なジッパー開閉です。こちらで。おいで、よいしょ、ナビ。その他
の特徴について、本体には便利なサイド収納ポケットが1つ付いております。こちらにおもちゃやリード、文袋など収納することができます。便利な、こちらがサイドポケットでございます。ここに水飲みカップ、はい、全然入りますね。またこちらセーフティーキャッチが内蔵されています。ペットの首輪にロックできるバックルが付いており、急なペットの脱走を防ぐことができます。犬用キャリーバッグ、いかがだったでしょうか。大きめな作りでしっかりと丈夫、通気性抜群で、車を使った移動でも愛犬を安心させながら一緒にアウトドアを思いっきり楽しめる犬用キャリーバッグです。商品こちら気になった方はぜひ詳細をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。はさささささす、はさす、あ、こった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 。手に持ってる方が水平取れてて、あ、いいですね。ちょっと不安だったけど